ラジオシティ、ラジオシティ、レイディオシティとは3次元コンピュータグラフィックスのレンダリングにおけるグローバルイルミネーションの計算法の一つである。一般に多用されているレイトレーシングのように仮想のカメラからそこに届く光線を求めていくという方向ではなく光源の側から光として発せられたエネルギーの行方を熱力学的に処理することでエネルギー保存則、 複数の物体が光を乱反射させて、お互いを照らす効果などが計算できる。例えば壁紙が赤いために部屋にあるものが赤く、見えるといった効果がより現実的に再現切る。この方法を用いると柔らかな陰影が表現でき、特に室内などの風景で画像の写実性が高くなる。現在では、リアルタイム描画以外の三次元グラフィックスでは、 ラジオシティを何らかの形で援用するとが多い。ラジオシティ法は、レートレーシング法などのモンテカルロ法に基づいた手法と異なり、あらゆる種類の照明現象を再現することはできない。典型的なラジオシティ法は場面が拡散面によってのみ構成されていることを前提としているため、光源から放射された光が何度か拡散面によって反射された後で視点に至るという現象しか再できない。 この現象を一般的な光経路の表記法であるヘックバートの表記法により表すと LDE となる。ラジオシティ法の利点として一度計算を行っておけばオブジェクトや照明を変更しない限りカメラ設定を変更しても再レンダリングを容易に行えるということが挙げられ近年はリアルタイムレンダラーでも使用例がある。ラジオシティの基本的な手法は 熱移動の研究分野で1950年に初めて提案されたものである。あとの1984年にコーネル大学の研究チームがコンピュータグラフィックスによるレンダリングにこれを応した。そのため、ラジオ式法のような帯域証明を行うための有名なサンプル、ユタティーポットなど2がある。また、日本のコンピュータグラフィックス研究の第一人者としても知られる西田正も、 独立に全く同時期に先駆的な研究をしていたことでも有名である。ラジオシティ法では実世界の現象に近い光の挙動を模しているため最終的なレンダリング結果がより現実に近いものとなる。単純な部屋のシーンを想定してみる。左の画像は直接照明レンダリングによって得られたものである。この場面では三種類の照明現象を分けて扱うことで より現実に近い結果を得ている。これらの照明現象は、デザイナーなどにより調整されなくてはならない。三種類の照明現象とは、スポット照明、窓から差し込み柱の影を作る、環境照明、光が直接当たっていないような暗い場所を、現、無視構成照明、環境光の一様さを低減するような成分である。右の画像は、ラジオシティ法によりレンダリングされた場面である。 この場面で用いた光源は窓の外から差し込む光のみであるが、左の画像との違いが見て取れる。部屋全体が柔らかく光っており、床の影もより現実的で、間接照明による効果がよく再現されている。さらに左奥の壁は床に反射した光によってやや赤色になっており、より穏やかな印象を与えている。 これらの現象はすべてラジオシティ法の計算結果によるものでありデザイナーなどによる照明効果の調整などは一切行う必要がない。場面を構成する物体の表面は多くの小さな平面に分割されている。角関係は各々の小平面に対して計算されなくてはならない。角関係とは面と面とが互いに見えているかどうかを表す係数である。角関係は 互いの面が離れている場合や、お互いに傾いて存在している場合には小さな値の係数によって表される。また二つの小平面の間に、他の平面が存在する場合には、その平面によってに平面間が完全に遮られているか、部分的に遮られているかで、係数を例にしたり、小さくしたりする。これらの角関係は、線形のにおける係数として扱われる。 この方程式を解くことが、ラジオシティ法の主な処理であり、これにより、小平面間の拡散や、相互反射、柔らかな陰影などを扱うことができる。全身的なラジオシティ法ではこの方程式を繰り返し、計算によって解き、その計算の過程で、それぞれの小平面における放射発散度、ラジオシティの中間値を得る。これらの中間値は、光子の反射回数と関係がある。 つまり一回の繰り返し計算で得られる中間値は、光子が光源を出発してから一度だけ反射をした場合の放射発散度を表しており、繰り返しが二回、三回と増えるごとに得られる中間値が表すものが二回、三回反射した光子による効果へと変わっていく。さらにある繰り返し回数で十分なレンダリング結果が得られると判断される合わせには計算の収束を待つことなく、 計算を終了することもできる。ラジオシティ法におけるレンダリング方程式を解く手法として、この他にシューティングラジオ式という手法がある。この手法は繰り返し計算を行うごとにエラーが最も多い小平面から格子放つことにより、レンダリング方程式を解く方法である。一回の繰り返し計算では、光が直接当たるような小平面しか照らされないが2回目以降の、 繰り返し計算では、場面のあらゆる場所から光が反射し来るため、より多くの小平面が照らされることとなる。この繰り返し計算を行うことで、照明状態が一定の安定状態に至る。ラジオシティ法の考え方の根底には、熱福射の考え方があり、場面を構成する小平面間での光エネルギーの繊維を計算している。計算を単純にするため、ラジオシティ法では、 すべての光の拡散がランバート反射に基づくと考える。すなわちある光が拡散面に入射した場合、拡散後の光はすべての方向に均等な明るさで反射されると考える。また小平面は四角形あるいは三角形のポリゴンであるとし、その平面群に対して多項式が定義される。このようにして場面を古代ラ面群に分解すると、 光エネルギーのセには反射面の反射性質及び二つの小平面間の角関係によって計算することができる。この無次元量は二つの面の向きから計算され、ある平面から放出された光が他の平面にどの程度到達するかを表すことができる。より詳しく言えば放射発散度 B は小平面上の単位平面から単位間に 放出される光エネルギーを表しており、これは光の放射エネルギーと反射エネルギーによって次のように表現される。平面が有限の小平面による集合として与えられる場合には連続量として表されていた方程式が差分式の形で書き直せる。すなわち各々の小平面が持つ放射発散度を B、反射度をローと表して次のように書く。 F 面、面、I と面 J と J のの間の角関係を表す。この方程式は、各々の小平面に対し計算可能である。この方程式は、モノクロ画像のためのものであるので、カラー画像を扱う場合には色を構成するじゃね。それぞれについてこの方程式を解く必要がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。